ということで今週は、ロシアのロシアワールドカップ特集ということで、はい、私のプレゼンが、はいはい、取ったわけですね。時期が時期やからね。そうですね、ちょっとね、うん、今しか本当にないので、この2人がちょっと聞いてると、うん、もう全然見たことがないと、うん、本当に見たことないですか？だからないの、本当にないですか？なんとなくさ、うん、あるで、なんとなくはあるよ、その、はい、中田がとか本田がとか、はい、前回のワールドカップ4年前、はい、うん、覚えてますか？それが僕知って、ブラジルやろ。そうです、うん、ブラジルでやりました。じゃあ日本代表の結果とか覚えてますか？知らないです。覚えてるとかじゃなくて知らない今日はね、そんな方にもちょっと見てみようかなみたいなことを今日はねお話できたらなと思います。はい、まあ、そもそもこのワールドカップ、うん、あのサッカーワールドカップです。何カ国ぐらい出てる？でもなんかベスト16とか言うから、はい、多分もうそれのちょい、もうちょい20カ国ぐらいな。あーはーはー、一応ですね、本大会は32カ国、はいはい、出ています。ただその32カ国っていうのも予選があるんですよね。あ、はいはい、例えばヨーロッパ予選とか、アフリカ予選とかで、日本もアジア予選を戦っている。でその戦ってきて予選で各地域の条件を満たした国が一応32カ国、はい、でその32カ国で争うっていうのが、そうなん、はい、ワールドカップ。いきなりあの大会から始まるんではなくて、その予選っていうのもこう何年かかけてやってるわけなんですよ。そのための4年間。そうなんですよ。はあ。ずっと予選をちょくちょくやって、うん、で今回が一番本当ファイナルステージではないですけれども、そういうことっていうことなんで、こう盛り上がるわけなんですよ。へえ。サッカーが好きな人、うん、でも自分の国は出てない人いるじゃない。うんうん、ただそれもこうちゃんと自分の国は予選で、まあ、出てるはずって。なのであの参加はしたみたいな、甲子園と一緒ですよね。ああ、ああ、はい、参加することに意味があるそみたいな感じ。そんな国もいっぱいあります。あ、そうなの？あります、あります。全然関係ないうちの国っていう国の方ほぼないぐらいになってるんですけどね。まあ、今回は、ロシアというところですかね、ちょっとね作ってもらいました。はい、出る国32カ国、はいはい、どんな国が出るんだと、はい、いうことで、はい、こちらですね、はい、グループが ABCD だって書いて H まで、はい、あります。8グループに、はい、8グループあります。へー、32カ国総当たりであったらとんでもない試合数になってしまうので、そうね、まず8グループに分かれます。これは抽選で分かれるの？これは抽選で分かれます。抽選の仕方も結構独特でして、うん、これまあ、バーってあるんですけれども、うん、この表記で言うとグループふにゃふにゃのアルファベットのすぐ下に書いてある国、うん、はい、ロシア、ポルトガル、フランス、アルゼンチン、ブラジル、ドイツ、ベルギー、ポーランド、はいはい、ですけれども、うん、ですね、何これ国全部、うん、ほぼ全部めっちゃ強い国ばっかりです。へー、あ、そう、パワーバランス分けてね。そうなんです、はい、ポット1、ポット2、ポット3、ポット4っていうんですけれども、うん、この図で言うと、うん、一番上に書いてる国が一応一番強いという、あの設定。どんどん弱くなっていく。まさか日本はい、みちゃん日本、そうですね。あ、そうなんや、はい、一番下です日本は、はい。あ、ちょ、この見方分かってるだけで違うね。なんかそうなんですよ、あのなんかバーって国があるっていうだけではなくて、うん、一番上に書いてある国が一番基本的にはそうで、今回はロシア大会ということで、うんうん、これはですね、毎年そうなんですけれども、開催国は、うん、そういうさっき地域で予選があるって話しましたけれども、うん、開催国は、予選免除です。え、はい、あ、そりゃそうやな、ロシアで毎回負けたらさ出れなかったら。そうなんですよ、うん、なのであの開催国は必ずグループ A のポット1に入ります。なのであの開催国はすごい有利です。そうか、なぜなら強豪国に当たらないんですよね。
あ、そういうことや。そういうことなんですよ。強豪国と同じくじになるので、うんうん、当たらないんですよね。なるほど。2番目強豪国グループからと当たるっていうのが確定されてるので。え、花輪さん、ずいぶん前に日韓共催のやつがあって、はい、ありました。日本と韓国がポット A に。そうです。日本は予選なしです、免除です。へー、はい、韓国もそうです。なので日本の対戦相手はですね、うん、当時の世界ランクだと比較的はそんなに強くないチームとの対戦だったので、日本のサッカー史上初のワールドカップ、両戦リーグ、これですね、うん、通過ができたっていう。そうかそうか。これ全部総当たりで試合をして、はいはいはい、で、勝った方のチームに勝ち点3というものが与えられます、うん、で勝った方っていうのはですね、これが1対0で勝っても5対0で勝っても、うん、10対0で勝っても、うん、20対19で勝っても勝ち点は3です。で、この勝ち点をですね、合計して3試合をどのチームもやった後に4チームの勝ち点それぞれが出てきまして、上位2チーム、あ、そう、はい、4分の2なんや。4分の2が、最後の決勝トーナメントに出場することが。でもその上位2に入った時点でベスト16なんや。そうです。あ、なるほどね。になります。開催地の決め方。ああ、はいはいはい、確かに。そう、確かに今回ロシアで、うん、基本的にオリンピックと同じような感じで、うん、やりたいですっていう立候補制になる、ね、プレゼンするのこうやってそうそうそう、みんなやりたいで。もうそうだよね。そうね、自分の国が確かに宣伝効果もあるんですけれども、うん、ただ結構その国際サッカー連盟 FIFA っていうのがあるんですけど、規定が厳しくてですね、スタジアムをこうしなければならないとか、何万人以上のスタジアムを何個作らないといけないとか、個数まである、ね、個数ありますね。試合をそれだけこなさないといけない。で、あとホテルとかも、指揮者の方と選手とかはもちろん指揮者の方も来ますし、応援に来る格好が来るので、うん、そういう方も止められるし、宿泊施設がこれくらいないといけないとかっていうのがあるんで、こう準備だけでも莫大なお金がかかるので、うん、なかなかお金持ちの国しかできないっていうのが正直現状ですね、はい、ちなみに今回はロシアですけれども、4年後もう決まってます。決まってない。気早いな。はい、4年後の2022年大会もう決まってます。どこなの？カタールでやります。カタール、はい、カタールはあれですね、中東ですね。あ、いわゆるオイルマネーというものがありますので、はいはい、お金あるわ。お金はあるんです。あ、はい、カタール初めての開催、今のところカタールになってますね。まあ、そんな中でやはり我々としては、うん、やっぱり一番皆さん注目したいのが日本代表、うん、そうはね、だと思います、うん、そうはね、うん、結局日本代表はまあ今回どうなのかと、うん、いうところがやっぱり一番かなと思うんですけれども、4年前。